皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。いや違う、これじゃない。こうか、ここですね。さて、待望の昼食だ。俺の向こうのやつも、これ前回やったあれですからね。まじまじ、どうしたんだ？声をかけてみよう。キアラ、キアラ、お前さ、ずっと悩んでるみたいだけど、こんなところで、どこで何してるんだよ。うるさい、食堂では静かに。ああ、悪い。いや、別にいいだろ、食堂なんだし。ふん。そんなことより、さっきの質問の答え、まだもらってないんだけど。わからないの？食堂ですることなんて、ただ一つ、食事しかないのに。ズズー。お茶をするな！やたらと馴染むな！そうじゃなくて、俺が聞きたいのは、なんで生徒でもないお前がここにいるのかってことだよ。大方、興味本位でメニューを眺めてたってところなんだろうけど。なんだ、わかってるじゃない。まあいいや、どうせルーズな学園だし、一人ぐらい紛れ込んだって何も言われないか。さてと、そういうわけだし、わけでだな。食事を頼む前に、親切な俺が一つだけ忠告をしておいてやろう。あの厨房にいる割烹着を着た女、あいつが担当する料理だけはやめておけ。人の食い物じゃない。それだけ守っておけば、あとは大概大丈夫だ。カレーだけで10種類を超えるくらいメニューも豊富だし。でも、いらない。ここには食べられそうなものが何もないもの。ま、そんなこと気にしてたって仕方ねえや。俺もさっさと頼まないと。さーてと、好き嫌いの少ない俺はカレーパスタにでもしようかな。というわけで今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。